猫、猫、猫、猫。皆さんこんにちは、モドエイののりです。突然ですが皆さん、プロデュース48ってご存知でしょうか？私ね、昨日知ったんですよ。よくSNS では名前聞いたことがあったんですけど、それが何なのかっていうのは知らなくって、昨日ね、 YouTube の急上昇ランキングに入ってるダンス動画があって、あれ、これなんだろう、気になるなと思って調べてみたんですけど、そう、調べるといえばね、ウィキペディアさんです。韓国の Mnet と AKB48 グループの協力によって日韓同時放送のオーディション番組らしいんですね、プロデュース48っていうのが。そして選ばれて結成したグループが IZONE で、その急上昇ランキングに入っていた IZONE の Pick Me という曲のダンスバージョン、12人バージョンだったかな、すごいかっこよくって、おー踊りたいと思って早速振り起こし始めてみました。でなんかね、フォーメーションが変わらないんだけど、みんなね同じダンスをしてるし、まあ、途中で1番2番で真ん中の女の子が変わったりはするんだけど、すごいね、ダンスがかっこいいのか曲がいいのか、すごく私もう、あ、これすぐ振り起こしして練習したいなと思ったので、近々ダンスレクチャー動画アップしていきたいと思ってます。振り付けもすごいねかっこよくて可愛くて、一部紹介すると、猫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 、いやー、なんか細かいところちょっとちゃんと見ないとわからないのでね、しっかり見ていきたいと思いますので、近々レクチャー動画上がったらぜひ一緒に踊ってみてください。ウィキペディア読んでてすごいびっくりしたのが、トレーニングメンバーっていうのがあって、その子たちが多分トレーニングされたんですよね、番組で。番組見たかった。ちょっとウィキペディア読みますね。このぜひ皆さん、これすごくないですか？番組の名だたるトレーニングチームの方々ね、伝えますね。ちょっとなんと、国民的プロデューサー代表はイ・スンギさん、俳優さんとしても歌手としてもすごい活躍されていて、私も昔カメラマンだった時に取材に行って写真を撮らせていただいたことあります。でね、あとね、そう、私たちモード A でね、昔カバー、ダンスカバーやったんですけど、シスター、元シスターかの、ソユちゃんがボーカルトレーニング、そして特別司会にね、ボラちゃん、ラップのねボラちゃんがいたりとか、あとね、ダンストレーナーがすごいの、カラのミスターの振り付けを担当したペ・ユンジョンさん、それに、そう、ワナワンのダンス手掛けたチェ・ヨンジュンさん、あとね、トゥワイスのノッノッノッ、これね、ダンス担当したメイ・ジェイ・リーさん、それもう豪華すぎません？そんなね、トレーニングを受けてきたアイズワンさん、ちょっと発音がわからないんで、今後ちょっとよく調べていきたいなと思ってるんですけど、そのね、皆さんのね活躍が今後ね楽しみです。いいな、そんなトレーニング受けていて羨ましいです。というわけでね、今日は私のりが気になったグループのご紹介でした。なのでこれがどんどん活躍するんだと思うんだよね。なので今後私も追って楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!